はい、のみさん、こんにちは。おじ TV です。ということで、今回はウィニングイレブン2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、こちらの選手、ロメロ・ルカク。今夜もうついに来るよ。まあ、ベルギー戦。ベルギー戦前に、まあ、ベルギー戦の前なんですけど、まあ、こちらの選手ね、2017年金で、2018が黒に上がったということで、すごい。まあ、2017年の、バージョンのロメロ・ルカクですね。で、レベルが今、43レベルだ。はい。った感じで、190センチで、まあ、24歳まだ。で、選手コストが、35と。これ何レベルまで育つの ?50。あ、じゃ結構とつったんだ。まだまだいけますね。で、まあ、能力値こんな感じで、もうすごいです。オフェンスセンス決定力が92、92。あー、バゲモン。ヘディングが86なんですね。キック力93でね、これね。キック力93か。でね、スピード心拍がまずいね。90、86。で、モディバラ95。これやばいなぁ。やばい。で、コンディション程度もまあ6なんで B なんで、うん、まあ、そこまで悪くないということで。190センチあって、お前スピード90、心拍86？ルカクちょっと見たけど、逆足がそんなに良くないのかな、精度。どうなのかな。なんか、対戦して、なんか、ルカク右で蹴らせれば、うん、まあ結構外してるみたいな感じあるんで、そうだね。もしね、ルカク横前の方は、左に蹴るっていうよりか、左カットして右で蹴らせれば、そうだね。今作ちょっとキーパーがね、強いから、うん、そこで右ではなかなか入んねんじゃないかなと。うんうんうん、でね、なんかもし、ちょっとあんまり勝てないかなっていう人は、うん、そう、フォワードの利き足、うん、これを覚えてもらって、それを切っていく、はい、っていうのをやると逆足の精度が低い選手っていうのがいるので そ,、ね、はい、それだけで結構完封できたりとかも、ね、すると思います。ということでですね、まあ、ルカクのまずハイライト、はい、まあ、ちょっといいシーンだけを切り抜いたんで、これオンラインですね、全部。そう、オンライン、まあ、ルカクのゴールシーンなんですけれども、さあ、まあ、ルカクといえばね、何でもできるみたいな、これヘッド、まあ、どーみたいな、あーすごいニアだ、しかもそう関係ないね。これ抜け出しで、ああ抜け出し、ここもこれ抜け出しね。もう左でドン。ああもう突き刺して、うん、今回はな、今回関係ねえと。そう。ああみたいな。中央から。ああ走ってる。走ってきて。ドン。ドン。ああ。しゃかってますね。これ18だよね。18です。17みたいなやっぱ切り方するね。ルカクは。あ早い早い。早いんだよね。早いなこの人。ドンみたいな。右でもね。右でもやっちゃうよみたいな感じで。まあ、これね。まあ、これルカクハイライトと。そう。90あってこれはやばいな、さすがに早いんだよな、どこにすらうん、まあだからここで抜け出す力もあるし、そう、なおかつ前で張る力もあるっていう、なんかそのちょっとこれ普通はないんだけどね、うん、そのまあイブラはやっぱどっちかというと足が、そうだね、うん、張れるけど、めちゃめちゃ張れるけど足がちょっとっていうことの中で、うん、ルカク足も速くて、うん、っていうのはね、いいな、なるほど、こんなこともできちゃう、あーとか、あのなんだこれ、ワンツーをした後の走り、早いよ、とても大きな人間とは思えないよね。ああうまい、うまい、トラップ、じゃあ決定力90になってシュートも決めてきた。まあね、こうやってちょっとオンライン、うん、まあ、これオンライン中心にやってるんですけど、今のところオンラインも、何本ぐらいだ、今はどのぐらい、580ぐらいかな、で、そう、試合と、はい、あ、はいはいはい、ということでですね、まあ今ハイライトでざっとルカクのゴールシーンだけ見せてきたんで、まあ大体あんな感じで点決めるよということで、まだ20戦やって負けてないもんね。そう、まだ負けてないんですけど、まあ今回はですね、この後あのこの試合は1試合通してちょっと見せていこう、うん、相手はワントップ544の方で、結構だからワントップといえば守りが固めに、守り固めなんで中盤厚くみたいな感じで、はい、と点取るのもまあまあ大変ですね。まあね、クリロナとルカクどっちがいいのかなみたいなのもあるんですけど、まあ、クリロナの方がやっぱりやれる範囲は広いんですけど、ただルカクの方がヘディングが強かったりとか、まあそうだね、があるんで、まあ、ぶっちゃけ2体並べても多分相当うざいね、すごい、うん、でこの試合はですね、メッシがちょっと不調なんでネイマールをセカンドトップとして、なるほど、ここにネイマールを使ってますね、はい、はい、あーっとこんな感じで、そうですね、これ最初もうポンポンいくわけだね、うん、おー怖いね、裏にも抜け出せますし、足元でも、ボールを持てると。ただちょっと足元は使用感としてはちょっともたつくかなっていうのが、そうね、そこら辺やっぱイブラの方がちょっと持ちやすいのかな、イブラの方が持ちやすい、イブラの方が全然持ちやすいですね。さあこれコーナーキック、これでベイルですね、ベイルからピンポイント、はい、ということで入るじゃん、そうクロスヘッド、いやまあね、どうなんだろう、まだねオンライン20戦ぐらいして、うん、ヘディングのイブラでもそんなに多くないかな、
でも言うて多分狙ってないってところもあるもんね、まあ、別にクロス上げないでそのまま中に侵入していくっていうこともあるから、うん、でもルカク別格だな、あの本当化け物、うん、ああやって簡単な感じで使われるのは一番ルカクはうざいもんな、190あった、あーあとこれね、このサイドからこう流れて流れてシュートみたいなのも一つ形として、ね、2017だったら入るかもしれないね、うん、あるかもしれないけど入んないかな、体勢が崩れ、これもルカクですね、結構シュート打つ前の体勢がね大切になってきてるよね、うん、これヘディングも強い、さあこう狙っていっちゃう、うわすごいな、もう振ってきよってね、どのを振って振ってんのかやっちゃいますね、まあ、あそこから打たれてもねコーナーになるっていうところでこれが生まれてくるんで、結局キーパーに弾かれてコーナーということでね、またここでルカクがいることによって怖さは生まれてくるから、悪くないよね、普通に入ればいいし、そうだね、これはちょっとラモスになってますけど、はい、セカンドボール拾うと、さあここで溜めて、まあ、ルカクがいるんでできればサイドから、まあそうだね、うん、まあポンっていうのもあるし、だ結構選択肢が明らかに相手もサイド警戒するだろうから、うん、それなりに一回これ下げて広げますね、うん、広く取ってさあここベール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 右足でドン、おい、いやー素晴らしい、まあ帰ってきたんですけど、まあやっぱりねゴール前の嗅覚もいいね、うん、でもピンポイントでルカクに合うと入るな、入る、弾けるな、でもジーボーティングのセリアとどうなんだろう、今回はなんかあのボディバラも結構要は競るときに重要視されているというか、あんまりねボディバラのないただ背が高いやつとかは、うんうん、負けちゃったりとかもね、低いやつで負けちゃったりとかもする感じなんだけど、さあ低く今度は低く打ってちょっと優しい、うん、まあそこ、まあ、持ってもまあ持ってもよかったぐらいの感じかな、うん、さあなんかあの上にさ、うん、あれ何なんだろう、プレーオンみたいな感じなのかな、そうなのかね、うん、わかんないけど俺も初めて見たわ、あれよく出てくるんですよね、おっとっと、これの相手もバランじゃない、バランか強いですね、あ読んでるね、うん、さあここはね結構やっぱ守備が強くなってるんで読み合いが、そうだね、守備の中で生まれてますね、キーパー、キーパー出しちゃった、あー間違えたね、これ。うん。これは多分相手ミスってっていう。そう。まあ、すかさずループ狙ってきますけど、こういうところは。今作のあの、仕様でね、キーパーが出てきちゃうんで、うん、確かプレスボタンの下を押すと。うん、それの癖をあれだね、あの、直さないといけないね。俺も最初の方ずっと出てたんだけど、キーパー。うん。上に押せば多分出てこなくなるんで。そこはやらないと。外で。うわぁ。可能性感じるね。怖いよね。ティボやからね、キーパー。うん。クルト相手にクロスからポンポンみたいなのはやばいけどね。うん、やばいやばい。普通に、まあ、ベルギーとベルギーが使ってるわけで、さあこれねネイマールがかなり中央で頑張ると、はい、でラモスもねやっぱり攻撃的サイドバックなんで、うん、ぐんぐん上がってくるんで、まあ、ラモスからルカク、はい、まあ、ベールとラモスで崩して、ルカクに頭を合わせるといったところも結構いいかなと思いますね、さあここでネイマール厳しい、このね、要は結構パス回しの方が結構守備がね、厳しくなってるから、うん、相手の方はサイドにウォルコットを置いて、ウォルコットもね、木の中で相当足速いんで、うん、うざいですね、サイドに置かれると、まあここら辺でね、やっぱゆっくり、なるべくじっくりコトコトみたいな感じで攻めていかないと、うんうん、AI がね、やっぱいいから、そうだね、入らないよね、だ失点が1切ったんだっけ、1切ったね、0.97 とかだね、今、うん、だ本当、点がね、だ守備がしっかりできれば、点がまるで入んないみたいな感じになるんで、逆に1点差ゲームとかがまあちょっと多くなったかなって感じ、そうだね、より先制点の 重みが出るようになったね、2017では結構もう、お互い点いっぱい決めるけど、うん、18は守備が硬いから、両方とも、あっと、うまい、ね、うわ、ずうわ、まあ、ネイマールの、ね、ダブルタッチ、中央で決まりましたけど、まあそこのやっぱりパスからルカクがしっかり最後は決めると。あとやっぱキック力だな。キック力すごい。なんか今作もしかしたら、キック力もやっぱ結構影響するのかも。ああ、あるかもしれない。速さに追いつけてない感が、あるっちゃあるもんね。それもあるかもしれない。ああ。うわ、もう強引だな。ブンブンいくよって。まあ、そのブンブン打って。絶対日本名にしたらゴーダじゃん。たけし、すごいよね、あそこでだって打とうっていうシュートゲージ入れてる、まあ、ね、あ、
あ、このループ狙って。ちょっとループ狙ったんです。外にコンカでも良さそうだったけど、まあでも、どの道反応されてるかなと。まあね、うん、ズドンでもいいんですけど。あ、そう、多分、ルカクだったら迷わず、ズドン、思いっきりズドン。ズドン。パワーで押していけみたいな。あ、あ、あれこれもないわ。うん。相手の方が確かにディーニュかな、あれ。うん。結構ちっちゃいんで、もうガンガンクロス上げていけばミスマッチ活かせるんで。なるほど、ね。それも見逃さないでね、やってあげれれば、勝ってくると思いますね。ボアテン強い。ボアテングのセールドどうなんだろうっていうのが気になるな。負けなかったけどね、結構。まあそうだね。普通に結構勝つ。まあ、ボアテングもでかいから、それまあいいところに入るかどうかっていうのはあるよね。崩してる中だったら結構いける。うん、ロレスアリン絶対勝つ。あー、来た走って、走ってきた。ループ、ね、わ思いっきりケレアって感じだけどね。シャレたことすんなよって感じだけど、あそこからのループはね、やっぱね、キーパーがすごい反応してくる。で、まあ、またループの動画とかもね、今後、ちょっと効果的なやつがあったんで、ちょっと紹介していければって思う。あ、これも多分、あれかな、プレイオンみたいな感じだな。ライバルいいな。うん。使うとマジでいいわ。あ、遠い！もういっちゃう。ああ、で、ここでコーナーだよね。ルカクの場合は、弾かれたとしても、やっぱコーナーキックにかなり強みがあるんで。コーナーキックで、まあ、なんだろうな、1点入れば。うん。もう普通に今作でやっぱり硬いから、ラッキーだよね。そうだね。ここでクリスチャロナードを、マルコ・ロイスに変えて入れて、いやもうルカク持ってる場合はボンボン蹴って打って、ああ行った方がいいと思う。コーナーからの脅威を与えて、うん、ていけば結構勝てる。そう、あとはやっぱりね、単純にまあ足元っていうよりもあのクロス、うん、とか裏とかだよね。裏とかにボンボン蹴った方がいいかなって感じだな。これもせらせてルカクね、体が強いからね、なんか負けないんだよな。強い。これでも4点ですよ。うん、ゆるかけ、うん、やば。一試合全部で決めてます、やばいよね、やっぱり。いや、怪物だよね。もう本当怪物。ただのモンスターだもんね。モンスター。悲しいモンスターじゃない。どえらい走るよ。うん、やばい。日本戦もやめてくれよ。うん、勘弁してくれ。でもやってたよ。なんか見たけど。メキシコアザールと2人、アザールと2人やってた。ただ、守備ちょっとね、不安ありそうだったね、ベルギー。そうだね。そこをなんとかつければ点は入りそうな感じするけど。うん、さあ、初速が早いし、ね、おい、これ狙うのか、しかも。ティボもびっくり。初速が早いんだよね。うん、なんかボールがこぼれたときに敵と走ってきて、自分が一歩体やっぱ前に出れるんだよね。うん、やっぱそれが強みかな。で、サイズも190あるっていうのが。そうだね。強力だね、もう。まあ、なんか、もしかしたらロナウドより好きっていう人もいるかもしれないね。いや、いると思う。あの、ロナウド、はやっぱ強いけど、うん、ルカクより体はないから、そう、体の部分で絶対勝ちたいっていう人もいるはずだから、うん、まあ、こんだけ足速くて体超強いとなると、うん、ルカクの方がいいっていう人もいるかもしれないな。そうだね。まあ、ロナウドもロナウドでクソ強いんだけど、強いけどね。うん、まあここら辺のね、まあ連携が得意か得意じゃないかっていうと、うん、守備も今のもモドリッチで、まあ、パスコース切りながらやる。まあそうだね、ここら辺の守備の講座とかも出すけど、攻撃とか守備とか、もうちょっと細かいところがあるにはあるから、ああ、ここが来た、中央空いた、中央空いた、中央空いた。ああ、もうちょっと押さえない。一発で出せればね。うん、まあ、だんだんね、2018の仕様も20戦やってきて、うん、まだ慣れてきて、ああ、攻撃こうだなとか、守備はこうすればいいなとかも分かってきてるんで、そこら辺の動画とかもね、また撮っていけたら。そうだね。もう今で20戦ぐらい、20何戦ぐらいあったかな。向こう試合が3試合ぐらいあったから。あ、なるほど。23試合ぐらいあって多分、まあ2分け。まだ今無敗できてるんで。なるほど。まあ、ちょっとこれどこまでいけるかなってことで、まあ、スタッツを見てもらえば分かるんで、シュート14本で、まあ、相手の方1本ということで、うん、まあ、内容も勝てたかなといった感じで、8.5 と。やばいわ。ロメル・ルカク。まあ強い。本当強いんでね。これゲット怖いな。持ってる人は、やっぱりクロス、コーナーキックとかをルカクで。これすごいな。ドンピシャやな。相手がついてるのはやっぱミスマッチだったのかな。そう、うん。で、高さ全然違うからね。これも。これはニアに走り込んできて、ヘディング反らせて、こぼれ球を狙うといったゴールシーンですね。うん、でかいもんね。でかい。ここで、ドーンって、やっぱキック力だな。キック力で反応できてない感じがある。じゃあ、蹴ってる球威いいな。うん。普通高い、めっちゃ。キック力に反応できてない。うん。うん、これもコーナーになってしまうしな。そうそうそう。まあね、うん、強力。これも反らせて、ゴーン、うん。いい選手ですね。
まあ、本当金から黒に上がった選手、2018年の選手はどれも優秀な選手多いんですけど、うん、フォワードの中だってやっぱ間違いなくルカクがいいんじゃないかな、まあ、最強だよね、するね。イカルディとかケインとかよりもやっぱルカク、ダントツルカクでダントツルカクかなっていう感じはするんで、うん、まあこれでね、オンライン成績の方も、勝率がもう 81.1 と、まあちょっとこれ前回のやつも出てきちゃうんだよね。前回のやつが引き継がれてるから、そうな、まあ、あの前回のね、一番最後の最終成績 の, あ, のあれが持ってるんで、ああなるほど、あなんか今度あのレート戦行った時とかにちょっと照らし合わせて何勝何敗できたかみたいな感じ、そうだね、出せれば勝率とかも出てくるんで、まあやれればいいかなということでね、今回ルカクを紹介してきました。まあ今夜ね、ベルギーと日本があるということで活躍するな、うーんっていう気持ちもありますけど、まあ、ウィニングイレブンアプリの方では、ね、今後もルカクちょっと使って、そうだ、ね、また動画の別の動画でも、ね、出していきたいと思うのでチェックしてみてください。ということで、お時間でしょう。さらば。